ジョン・エバンズは、ウェールズ出身の海賊。ウェールズ出身のジョン・エバンズはかつて、ネビス島所属のスループ船の船長だった。1722年9月、船長の職を失ったエバンズは、ジャマイカ航路の船で働いていたが、そこで数人の仲間と意気統合し、カヌーでポートロイアルまで漕ぎ出すと島の家に押し込み強盗を、働いた。 海へ出ることを希望したア味は海賊になることを決意し、バミューダス駅のスループ船に押し入ってエバンズが、俺がこの船の船長だと宣言した。船を支柱に収めたア味は気晴らしとして、タゴで愉快に過ごした。タゴの人々はこの客人に感服し、再度訪ねてほしいと願ったが、エバンズは夜中にタゴから物を盗み出すことでこの願いを叶えた。一味は、 スループ船に砲四門を積み込み、なお、スコアラー号と改めた。イスパニョーラ島へ向かい、島の北部で、スペインのスループ船を打破した。一味は少人数であったため、分け前は一人150ポンドにも、なった。さらなる獲物を求めて、ウィンドワード諸島へ向かった一味は、ポルトリコ沖にてジャマイカに向かう、途中の、ドーブ号を打歩し、略奪した後に、乗組員を仲間に加えて、 戦力の増強を図った。1723年1月11日、デシーダ島付近でルクレチアキャサリン号を打捕し、海賊の習慣に従って、捕虜裁判を始めた。しかし、これを見たエバンズは、俺たちが欲しいのは金だけだと言って、これをやめさせ、略奪を開始した。略奪の後、一味は、アルバトで、オランダ籍のスループ船を打捕し、略奪した。 この分け前は一人当たり五十ポンドになった。経線修理のためグランドケーマンに向かった、一味だったが、不機嫌で想像し、パン長がエバンズと諌かいを起こし、決闘することとなった。しかしこのならず者は、自分で決闘を挑んだにもかかわらず上陸することを拒否した。これに憤慨したエバンズは彼を棒で殴りつけたが、この屈辱に我慢ならなかった。 看板長はとっさにピストルを抜いて、エヴァンズの頭を撃ち抜いてしまった。エヴァンズは即死だった。エヴァンズの死に乗組員たちは大層を憤慨した。一味は、逃走を図った、看板長を捕らえ、拷問して殺してしまおうということになった。奉仕が看板長の腹にピストルを撃ったが、彼はすぐには死ななかった。彼は罪を食いるために、あと一週間生き延びたいと懇願したが、 別の乗組員が、懺悔して地獄に行けと言い放って止めを刺した。もはや航海術を知っているのがルクレチアキャサリン号の航海士のみになってしまったため、乗組員たちは彼に指揮を取るよう頼んだが、彼はこの申し出を辞退した。結局一味は仲間を解散するほかなくなり、30人の海賊は9000ポンドの金を持って、マン島に上陸した。一方、航海士は、 ポートロイヤルに帰った。ありがとうございます。